科学において元はその指し示すものは原子の集合体であるが具体的には複数の異なる概念に対応づけられているためどの概念を指すものかは文脈に依存して判断される。分子中に任意の境界を設定すると原子が相互に共有結合で連結された部分構造を定義することができる。これは元と呼ばれ個々の原子団は元と命名される。 元という語は、上に述べた、原子団を指す場合と、有力を意味する場合がある。後者の用語法については、後日の項で軽くまとめるに、留めておく。現在では、ほとんどの場合、ラジカル、有力と呼ぶ。以上、語義の変遷は、大型渦のようにまとめられる。以下この記事では、原子団たる元について述べる。原子団に言及するときは、観点によって、 ただの分子の部分構造の表象以上の文脈的意味を持つ複数の解概念を使い分ける。このうち二つ以上で刺されうる原子団もあり、いずれかにしか該当しない原子団もある。置換器は化合物の系統あるいは命名を考える際の部分構造であり、母体化合物と体になって使用される概念である。化合物の系統を単純な構造の化合物から、 複雑な構造の化合物へと系統づけるため、共通する構造を母体と呼び、相違なる部分を置換器と呼ぶ。母体化合物が単独で存在するときには一つの原子で占められている箇所を置換器が置き換えたと考えるのである。特定の種類の母体化合物を各種の置換器で置換してできる一元の化合物群を、その母体化合物の誘導体という根拠となる。 本文該当箇所要検証。特性器は、化合物を形式的に特徴づけるものとしての原子団を意味する単純な概念である。単一の特性器、または複数の特性元の組み合わせで観能元が構成される。特性元の概念は、IUPAC 命名法や化学反応機構を説明する場面で使用される例が多い。IUPAC 命名法では、 化合物の単に位置する、つまり一家の原子団の形で定義され、また単化水素元は含まない。肝能器は物質の科学的属性や化学反応性に着目した概念で、肝能元という時にはそれぞれに固有の物性や化学反応性が想定されている。言い換えれば、肝能元は化合物に特定の科学的な性質を与える役割を果たす。よって、 置換器と違い、副鎖として炭素骨格と一体化してしまう炭化水素元は含まないことがあるが、定義には揺れがあり、実際には置換器とほとんど同義的に用いられることも多い。また、二回以上の原子弾で化合物の中に位置する結合類も含む。なお、肝能元の肝能とはもともと生物の初期間の機能を意味する。ただし、これらの用語の定義は、 各方面でまちまちであり、上に示したものと異なる定義を採用している文書も参見される。痴漢器 R がラジカルとして呼ばれていた名残はフリーラジカルという語に見られる。このような意味でのラジカルと不対電子を持ち、地漢器に結合していない科学史を区別するため、地漢器が何もついていないという意味でフリーラジカルと呼ばれていた。しかし、現在は、 R のことをラジカルとは呼ばず、代わりに置換器や元と呼称するため、不追原子を持つ化合物のことをもはやフリーラジカルと呼ぶ必要がない。したがって、ラジカルは今や一義的な語である。ただし、一義性の獲得語も、その歴史的経緯からあえて強調するために、未だフリーラジカルという言葉を使用するものが存在する。一方で、 厳密な科学的見識を必ずしも要しない分野や製品の謳い文句の中には誤用も見られる。実際、活性酸素と混同されがちであるが別の概念である。主な特性元を次に示す。特性期一覧で述べたものを除き、主な感能元を次に示す。特性期、感能元で述べたものを除き、主な置換期を次に示す。ありがとうございます。